お願いいたします。谷垣貞一です。この度法務大臣を拝命いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。法務省の重要な使命、それは法の支配を実行あらしめること、法秩序の維持、あるいは国民の権利擁護、こういったものを通じてですね、国民生活を安心安全なものにならしむような法的基盤をきちっと整備していく、これが法務省の重要な使命であると存じます。でそこでですね、今までも司法制度改革進めてまいりましたが、これをさらに進めていく、それからいろいろな立法を通じてですね、細かなきめ細やかな人権救済を図っていくというようなことと同時にですね、世界一安全な国日本を作る、そのためには被害者、犯罪被害者の支援、あるいは出所者の再犯防止、あるいは社会復帰の支援、それから犯罪組織犯罪対策、こういったものに意を用いて強力に推進していきたいと思っております。それから尖閣諸島の警戒警備につきましては、関係大臣とも緊密に連携しまして、緊張感を持って情報収集を行うとともにですね、事態に応じて我が国の法令に基づき適切に対処してまいりたいと思います。これらにつきましては先ほど安倍総理からもご指示をいただいた点でございます。それからさらに法務行政にはですね、適正かつ円滑な入国管理、出入国管理体制の実現、それから権利関係の基本となるですね、土地に関しては地図の整備ともだいぶ進めてまいりましたけれども、まだまだこれはやらなきゃなりませんし、それからアジア諸国に対する法整備の支援等も極めて重要な施策だと思っております。そういったさまざまな課題に全力で取り組んでまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。私からはまずは以上です。ございませんか。じゃあどうぞ。朝日新聞の近野と申します。はい。大変法務大臣はですね、ずっと自民党総裁として今年の初めもですね、民主党政権を解散に追い込むということを指導命題にして総裁してやってこられて、90% のところまで行ったところで最後総裁選に出れなかったということなんですが、改めて今ですね、官邸に入りまして、その気持ちというか政権奪還したことについてお気持ちをお聞かせください。まあ、私は3年3ヶ月前、自民党総裁になりましたときね、なんとかしてもう一度、国民の信頼をいただいて、政権を取り戻したい、それが私の使命だと思ってまいりました。その選挙の直前に、確かに私は総裁を安倍さんにお譲りいたしましたけれども、今日、こうして、選挙の結果ですね、政権を取り戻すことができた。このことはある意味ではほっとしております、ある意味ではほっとしておりますが、しかし、これからやはり国民の皆さんにですね、政治が安定したなと本当に思っていただけるかどうかが勝負ですので、まあ、気を引き締めて、安倍総理の下で一致結束してですね、安倍総理を支えながら頑張ってまいりたいと、まあ、こんな気持ちです。はい、どうぞ。死刑の執行に関しての大臣のお考えと、また死刑の損壊を含めたあり方の見直しに関しては、どのようにお考えますか。日本の法制度は死刑というものを設けておりますし、その前提の下でですね、裁判所が判断をした死刑判決でありますから、それは私、執行するとなると、私がどうするか、最終的には決めなければならないわけですが、そういう制度の下で、裁判所の判断も尊重しながら、対処していかなければ、法の下で対処していかなければいけないと存じます。これは今の法制度ですね。で、今の公団のお尋ねは、死刑制度そのものに対してどう考えるかということになってくると思います。私は今の国民感情等々から見ましてもですね、被害者感情等々から見ましても、現行制度、死刑制度を設けているということは、それ相応の根拠があるものと思っておりますから、その法の下で質問してまいりたいと。
このように思っております。最後の方にさせていただきたいと思います。日本子供会の長田です。よろしくお願いします、はい、取り調べ可視化についてはですね、取り調べの可視化についてはどのような方針で望まれるお考えですか。これはですね、私10年ほど前は国家公安委員長もやらせていただきましてね、当時は両省とも可視化に関してはかなりリラクタントであったと思います。その後いろいろな施行も行いましてですね、かなり成果も上げてきたと思います。ただ現実にそれでですね、刑事捜査が壁にぶつかるようでは困るんで、今の施行をよく見ながら判断していきたいと思っております。では以上をもちまして谷垣法務大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。